ははいいこんににちはレトスノーノですす月15日の3問に入っていきます当初の存続期間が満了し契約の更新がない場合で借地経営者 B の建物が存続期間満了前に地主 A の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき B は A に対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは誤りですね。当初の存続期間内に無断採築をしたとしても、期間満了の際に更新できない場合、借地権者 B は地主 A に対して建物買取請求ができるんですね。 で、今回の問題は、建物買取請求できないって書いてあるから、誤りだということです。これ、今回の問題文の意味がわからないと言った方は、ちゃんとですね、理解をするってことをやってくださいね。こういったところを理解せずに、単に回答だけ、この解説だけを頭に入れると、丸暗記すると言ったとしても、本試験で対応できませんので、それはやっちゃいけないってことなんですよ。ちゃんと理解をする。 この問題文が何を意味しているのかっていうのをちゃんと理解する。ここまでやっておきましょう。こういったところを個別指導では解説させていただいております。また対比部分ありますので、その部分もお伝えをして、どのような考え方に基づいて対比しているのかと、そこまで解説しております。問い2です。B が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りをして、多数の B の知人または友人に対して売却する場合、 B は免許を必要とするルか×かという問題ですえ答えは○です免許が必要ですえ知人または友人に対して不動産を売却するということは不特定多数のものに反復継続して不動産を売却することと言い換えられますつまり本文の B の行為は宅地建物取引業に該当するため免許が必要だということです、まあ、これは基本問題ですね で個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから類題も考えてみましょう。重要なので、絶対に解けるようにしていただければと思います。でここで解説している問題の解き方、考え方は必ず頭に入れてください。解き方や考え方を理解したい方は、ぜひ個別指導をご検討ください。この下の概要欄にある個別指導のリンクから内容をご確認いただけます。 で3番ですね。開発許可です。開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない。○か×かという問題ですね。答えは×です。開発行為の廃止は、遅滞なく知事に届け出るだけでいいんですね。許可まではいりません。このような引っ掛け問題って、卓研試験の作成者は好きなんですね。許可と届け出の違いですね。なんで、しっかりこの部分。 え問題文を読んで回答していただければと思います細かい部分についてはこの無料動画ではちょっとお伝えしていませんので細かい部分まで理解したいとで達軒試験絶対合格したいというのであれば個別指導をご検討いただければと思います個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので是非ご確認ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました宅軒合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの者でした